約5分で学ぶ第2種電気工事士の第6回目になります。今回は前回の第5回に引き続いてまた同じように回路の消費電力というのを求めていきます。前回は直列でしたけど、今回は RL の並列回路です。消費電力の公式はもう前回と同じように、この電圧の実行値かけ電流の実行値かけ力率ですね。ではまずはこれでこっちの問題解いていきましょう。じゃあこれ1番として解いていきます。丸1番です。はい、このように有効電力、まあ、消費電力ですねというのは電圧の実行値 24V かけ電流の実行値、ここの電流ですね 10A かける力率っていうのが、並列回路の場合はこれ I 分の IR ですので10分の6になりますね。 10A 分の抵抗に流れる 6A と、そうすると10が約分されて 24×6 で 144W が答えになります。では前回と同様、またこれをいろいろ式変形していって、いくつかの公式というのをやっていきましょう。ではまずこれ i かけ cosφ とあります。 i に力率 cosφ をかけたら抵抗に流れる電流 IR になりますね。ですからこれはこうかけます。はい、電圧 V かけ抵抗に流れる電流 IR です。じゃあこれで解いてみましょう。はい、このように V かけ IR っていうのは 24V かけ 6A で 144W です。結局これ1番とやってることは同じですよね。この約分の過程というのが1つ省略されて短く計算することができました。じゃあ次の公式見ていきましょう。次はですね、この電圧 V っていうのは、この電圧 V っていうのは IR という電流に R という抵抗が加わっているものと等しいですよね。ですからこの V というのを IR×R と置き換えましょう。はい、そうすると IR の2乗×R になります。じゃあこれを3番としてこっちで解きましょう。はい、IR の2乗×R は 6A の2乗 6636×4Ω ですね。そうすると 144W になります。では次に最後の公式です。最後はですね、もう一回この丸2番から見ていきましょう。今度はこの電圧 V の方を残して IR の方を変形します。 IR というのはこれ電圧 V を抵抗 R で割ったものですね。なのでこうかけます。はい、このように IR というのはV÷R ですので、そうすると V 事乗を R で割ったものになります。ではこれで最後を解きましょう。はい、このように V 事乗 ÷R というのは 24V の2乗割る抵抗4オームですね。24の2乗576になります。でこれを計算していくと 144W が答えになります。まあ、公式はいくつかありますけど、いずれも答えは同じになります。では今日の動画はここで以上になります。お疲れ様でした。